はい。皆さん、こんばんはえ。ヒーリングライフスタイルにようこそ、えー。今日はですねえ、基礎代謝バック上げということで、究極の寝るだけダイエット10です。はい。副人疲労だとどんなに頑張っても痩せない。あなたは大丈夫ということで、今日はやらせていただきます。今日の講師します。西と申します。よろしくお願いします。はい。 じゃあ皆さんえ、今日の目次からいきたいと思います。はい。じゃあ今日は、まず1、あなたは副筋疲労大丈夫ということで。はい。2、副筋とは。3、おすすめエクササイズということで、今日はやっていきたいと思います。はい。じゃあ皆さん、突然ですが、皆さんにこんなお悩みはありませんかということで、はい。一つずつ言ってみたいと思います。 一つ、一、えー、番目ですね。じゃあ、慢性的に眠く、寝ても疲労が解消されない。ある方。はい。じゃあ次。カフェインを含む飲み物がないと目が覚めない。あ朝とかですかね。はい。じゃあ、やる気が出ない。<laughs> 甘いものを無性に欲する。る はい。慢性的な便秘である。気分が落ち込みやすい。はい。皆さんチェック入れていただいたでしょうかはい。えー、っとですね。まあ、実はですね。これ、チェックが一つでもあれば、ということで、じゃん。それは、副筋疲労かも、 ということで、えー、まあ、一、この副筋疲労っていうのをあまり聞いたことがないと思うんですね。で、今回、ダイエットとどんな関係があるのかっていうことと、まあ、私がですね、この副筋疲労をき見たときに、結構当てはまる方が多いんじゃないかなと思って、今日は、 えー、この話をしたいと思います。えー、皆さんの中に、例えばここに書いてるみたいに、自律神経失調症じゃないかなとか、彼が原因じゃないかなとか、機能性かなとか、寝れば治るかなとか、高年期かもって思っている方々、もしかしたらそれは副人疲労かもしれません。はい。じゃあ質問ですね。さっきもちょっとありました。 寝ても寝ても疲れが取れないとか、やる気が出ないと感じることがありますかはい。それがまさにこれですね。副筋疲労っていうことなんですが、じゃあこの今ずっと副筋疲労ってずっと言い続けているんですけど、じゃあ一体副筋っていうのは何だろうっていう話から今日はしたいと思います。はい。えー、 皆さん、副人って聞いたことありますかまあ、人ってついてるぐらいですので、腎臓と何か関係があるのかなと思われた方は、察しがいいです。さすが、センスがいいです。素晴らしい。はい。じゃ実は、この腎臓の上に、ちょんちょんってこの乗ってる、こっちですね。ちょっと黄色っぽい、えっと、 まあ実際はおにぎりみたいな形らしいんですが、えっ、ー、と、そんなに大きくない臓器です。副腎という臓器です。じゃあ、この副腎という臓器はどんなことをしているのかっていうことですね。はい。ここに書いてるみたいに、このコルチゾールというホルモンですね、を作るのがこの副腎と言われています。 じゃあ、もうここで、えー、皆さんの中に、え、コルチゾールって一体何っていう、えー、疑問が湧いてくると思うんですが、コルチゾールというのは、えー、ざっくり言うとですね、元気の源と言われています。はい。それで、役割は何かっていうと、まあ、4つあります。一つ目が、高ストレス作用ということで、ストレスが、 え、出てきたとき、ストレスを感じたときに、このコルチゾールが働くんですね。ストレスを感じると、交感神経をこう刺激してくれて、えー、体を、こう、緊張状態を保って、保つ、えー、保つんです。で、脈拍とか、血圧を上昇下げて、脳を覚醒させる。この役割をするのが、この実はコルチゾールなんですね。はい。じゃあ、二つ目。 二つ目は、えー、糖を申請、えー、作ることですね、えー。筋肉中のタンパク質をアミノ酸に分解して、えー、肝臓でブドウ糖に合成します。えー、早朝など血糖値が低いとき、低下しているときに、この糖新生を、えー、と呼ばれる働きを促進して、血糖値を上昇させる役割がこのコルチゾールです。 なので、元気の源って言われるところは、それ、関係がありますよね。はい。で、えー、3番目は、脂肪を分解する。えー、この、さっきの糖ができるときに、えー、糖が起こっている状況では、えー、脳以外の場所でもエネルギー不足にならないように、 えー、脂肪を分解してエネルギー供給を促します。えー、どういうことかっていうと、結局、こう、糖を作ってる間に、脳以外の場所ですね、にエネルギー不足にならないように、えー、脂肪をどんどん分解してエネルギー源を作るんですね。うん、それをやってることです。はい。じゃあ、あと、抗炎症作用、抗免疫、あ、間違えた。 すみません。抗炎症作用と免疫抑制作用というのがあるんですね。二、えー、つですね、えー。体の免疫反応の一つに炎症があります。それで、その体内に入った細菌やウイルスをと戦うために免疫機能が働くと熱や腫、えー、れなどの炎症を起こします、うん。です。そうなんですね。はい。 こうしたときに、コルチゾールが分化分泌されて、炎症や免疫機能を抑える作用をもたらします。はい。ということで、その炎症ができたとき、免疫をこう抑制したいときに、またコルチゾールが使われるということで、この4つの役割があるんです。で、今話を聞いたら分かったと思うんですけど、このコルチゾールが出る、 ストレスがかかったりとかしたときに、このコルチゾールをよく使うんですね。そうすると、じゃあどういうことかっていうと、ずっとストレスがかかった状態というのは、ずっとコルチゾールを作り続けるんですね、副人は。じゃあ、ずっと続く、つづ、えー、なですか、作り続けたら、そりゃ、疲れますよね。はい。ただ、この副人、 腎臓というのは結構丈夫な臓器だそうです。それで、実はちょっとやさっとでは、あの、怖、なですか、壊れたりというか、えー、そ、そこまで傷んだりとかしないんですけども、このずっとこのストレスがかかったような状態っていうのが続くと、もちろん疲労してきます。それで、えー、 このコルえー、福人が疲れた時に、さっきあった、やる気がなくなってしまったりとか、えー、起き上がれなくなったりとかするんですね。で、結構、日本人はそういう状態な時に、わあ、私は怠け者だと言って、こう自分をこう責めちゃう、うん、ことがあるじゃないですか。そうすると、またさらに、 えー、そのストレスによって、このコルチゾールを作って、また、こう、なんとかさせようとするわけですよ。はい。また、さっき、そういう状態になってくると、えー、腎臓もすごく働くわけですね。それで炎症を抑えようとも、炎症が起こってしまうと、また、副腎が働く。ということで、ずっと悪循環のこの副腎が、 頑張るサイクルができてしまうということです。それで、副腎疲労の主な原因ということで、えー、まあ、先に、先ほどずらずらずらっとお話をした中でも出てきたと思うんですけど、まずは休息の不足。はい。たいまあ、1日2日寝たら、だいこう、回復するのが副腎なんですけども、それがずっとずっとこう続けて、続けて使うと、 もう急速、ちょっとく外では、えー、何て言うんですか、リカバリーできない、えー、状態になってくると、副腎疲労が起こってくることですね。で、えー、過剰なストレス。はい。そして、忙しい生活。もう今言ったのが全部含まれて出てきますね。そして、バランスの取れていない食習慣ということで、はい。 これがずっと続けて何年も何年も続いていくと、この副筋疲労っていうのが、えー、起こってくるわけですよ。それで、この、えー、4つのこういう主な、えー、原因が起こってくると、体の中はどんな状態になるかというと、こちらですね。腸内の環境が良くなく悪化します。そして栄養不足になって、免疫力が低下します。 先ほど、この、こういう状態になったとき、また、その時に、こう、えー、高ストレス反応ですね。で、副筋が動いて、また、副筋が <laughs> 頑張る、という、もう本当に、ずっとずっと、同じ、こう、作用がえあるわけですよ。じゃあ、これを、もう抜け出したいじゃないですか、こっから。で、 こんな状態である、副人疲労がこんな状態であるのなら、副がこんな状態であるのならばえ、ダイエットというものはなかなかできないですよね。なぜかというと、全部ダイエットをしたいが、したいけども、全部阻止される、痩せるために、体をエネルギーを燃やしたいのに、そっちにエネルギーが使えない状態なんですね。それで、副人疲労に、 えー、なっているうん。副人疲労になる,なる方は、なかなかダイエットがどんなにやってもできないっていうのは、この辺が関係があるということですね。ということは、まず何しなかんかというと、副筋を元気させるしかないですね。はい。じゃあ、その先ほど言ったみたいに、どん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 ずっとずっとコルチゾールを作り続けて、副筋がずっと動いています。じゃあ、この副筋が元気になるために何をしたらいいか ポイントがあります。はい。予防と回復のポイントですね。まず、えー、さっきあった栄養で、そしてミトコンドリア、腸、脳ということで、えー、今日はですね、えー、私、腸とか脳とかの話は結構するんですけど、今日はちょっとあえてこのミトコンドリアの話をしたいと思います。はい。えー、私のセミナーを続けて聞いてくださっている方は、 ちょっと、あっと思ったと思うんですが、実は前々回にこのミトコンドリアの話をちょっとしてるんですね。はい。また改めて出てきたんですけども、えー、今度はちょっと違う観点から見てみたいと思います。このミトコンドリア。はい。このミトコンドリアの中には、この、えー、さっきのコルチゾールを、えー、作るために、 必要な元気の源っていうのを作るのがこのミトコンドリアなんですね。じゃあ、このミトコンドリアを元気にする方法。ミトコンドリアが元気になると、コルチゾールを作ってくれるんですよ。それで、このミトコンドリアが元気になれば、さっきのコルチゾールを作るわけ。コルチゾールがあると、副、え、筋、ー、が、えー、そこまで えー、いっぱいいっぱい働かなく、働かなくって、まあ、あの、ミトコンドリア元気になって、いっぱいコルチゾールを作ってくださる、作ると、また、えー、疲労も減るんじゃないか、ということで、ミトコンドリアを元気にします。はい。じゃあ、元気にする方法は4つです。はい。見たことある言葉がいっぱいありますね。 1運動2リラックス3ファ、えー、呼吸4ファスティングということでえファスティングというのは断食のことですはいで、えー、今回、えー、私が、えー、おすすめしたいのはこちらご視聴ありがとうございます続きはヒルズウォッチで配信中気になる方はぜひ概要欄をチェックしてくださいチャンネル登録 SNS でのシェアもよろしくお願いします。